見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。9月に緊急事態宣が全国的に解除され、飲食業や旅行業も含めて徐々にが回り始めた。リモートワークが一部解除された企業もあり、昼、夜ともに街の人出は増加した。そうなると、また課題となるのは小さな子供の預け先だ。夜の街が息を吹き返せば、そこで働く家庭の子供には、居場所が必要になる。コロナ禍となって以降、夜間保育の状況はどうなっているのか。都内で唯一、4時間保育を行う保育園の園長と保育士に実態を取材した。アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、来月にはまた園児が増える予定です。今続々と見学者が来ています。東京都新宿区にある ABC 保育園の園長、片野清美さんはこう話す。ABC 保育園は、東京都で唯一、4時間保育を行う認可保育園だ。園には0歳、生後4日以上、から5歳までの子供90人が通う。11時から時の基本の保育時間に加え、その前後1時間の延長保育が利用できるので、夜遅くまで親が働く家庭の強い味方となっている。深夜まで子供を預けて働く親というと、いわゆる水商売をイメージしがちだが、子を預けている親の職業は多様だ。今は保護者の7割が企業や役所勤めの人です。医師、看護師、新聞記者や国家公務員、警察官などもいます。両親ともにそうした仕事をしている家庭もあれば、母子家庭、父子家庭も割ほどいます。夜遅くまで働く親の代わりに、保育園では夕食を食べさせ、風呂に入れ、0時には就寝させる。創立以来、認可外の期間も含めて8年間、昼も夜も変わらず保育を続けてきた。しかし、コロナ禍で状況は一変、常時5人ほどいた夜間の利用者が半減したという。さらに、飲食店を経営していた保護者の中には、経営が立ち行かず店を畳んで引っ越す人もいた。こんなこと初めてですよ。0歳の新規入園者も4月は0人。保護者からいただく保育料も減りますし、深夜保育の補助金もなくなりました。抱えている保育士も多いので、経営も苦しかったですね。